こんにちは NJF です気を照らわないマインクラフト実況をやっていきます今回はガーディアントラップ作成の準備をしますそのため、まずは氷渡りのブーツを作ります氷渡りは以前トゲの鎧のために育てた司書の取引項目に出ていました 氷渡りはエンチャント台では出ないエンチャントなので、司書から買うか、釣りや宝箱でランダムに出るのを手に入れるしかありません。修繕のエンチャントと同じですね。今回は偶然、司書の取引項目に出てよかったです。優先度の高いエンチャントではありませんが、あれば便利なので使い方などをご説明しましょう。今まで、レベル30になると本にエンチャントするのを繰り返していたので、 よく使うエンチャント本はすでに持っているためエンダーマントラップにくれば最強の装備も簡単に作れますこれで作る予定だった防具はすべて揃いましたでは氷渡りの使い方についてご説明しましょう一つ目は川などを渡るのに使います氷渡りを履いて水の近くに行くと水面が凍るのでその上を歩けます 氷渡りの名前の通りの使い道ですね。この時生成される氷は、薄氷という特別な種類で、採取はできず、すぐに水に戻ってしまいます。そのため、基本的に移動でしか使えません。移動なら、エリトラの方が便利なので、正直なところあまり使いません。また、水を使う装置やトラップの近くに行くと、水が凍って装置が止まることがあり、 普段から使うのは少し微妙です多分橋を架けるときなど水上に建築するときが使いどころかなと思いますちなみに水中歩行と競合するので同時につけられません通常は水中歩行を優先するのがおすすめですもう一つ氷渡りの性質としてマグマブロックの上でダメージを受けないというものがありますマグマブロックの上に立つと このようにダメージを継続して受けますが氷渡たりのブーツを装備するとダメージを受けませんそのためマグマブロックを使うときには便利なエンチャントですマグマブロックのダメージはしゃがみ状態のときや耐火のポーションでも無効化できますが持っているなら氷渡たりのブーツを使ったほうが楽だと思います今回作るトラップはマグマブロックを使うのでその採掘でこのブーツを使います ママグマブロックはネザーの溶岩湖の水面と同じぐらいの高さに塊となって生成されますそのためストライダーに乗って溶岩湖の上を移動すれば大量に見つかりますもっと大きな塊はありませんかねマグマブロックがたくさんあるこの辺りが採掘に良さそうですねストライダーに乗ってから2分ぐらいで良い場所が見つかりましたでは ここのマグマブロックを採掘しましょうこういう時溶岩に落ちたことがないので溶岩側には下りないようになっているようですここで氷渡りのブーツの出番ですこれで楽に作業ができますね氷渡りのブーツがない時は耐火のポーションがおすすめですポーションはスタックできないのでインベントリを圧迫しやすいですがしゃがみながらの作業は面倒ですしね ママグマブロックをあまり使わない人は別に氷渡りたりのブーツはいらないとは思いますしかし司書から買えるなら作るのは簡単なので用意しておいてもいいんじゃないかなと思いますこのために司書が茶するかは微妙ですけどね今回はこれだけのマグマブロックを集めておきました今から作るトラップにはこんなに必要ではないのですが装飾や 他のトラップでも使うかもしれないので多めに集めておきましたガーディアントラップを作るときには透明化ポーションがあると便利なのでそのポーション作りに必要な、発光したクモの目を作ります。蜂蜜ブロックとガラス瓶から蜂蜜入りの瓶を作り蜂蜜入りの瓶から 砂糖を作りまは砂糖きびからも作れますが紙にする方が用途が多いので養蜂場があるならこちらのレシピがおすすめですあとはムーシュルームのおかげで安定して生産できるようになった茶色いキのこと蜘蛛の目を合わせると発酵した蜘蛛の目になります以前毒のポーションを作った時の発酵した蜘蛛の目が余っていましたが 今後も発光した雲の目は使う予定があるので、少し多めにクラフトしておきました。透明化ポーションは、暗視ポーションに発光した雲の目を醸造するとできます。効果を延長した暗視ポーションでも大丈夫です。ちゃんと延長した透明化ポーションができます。マイクラのポーションは、順番が重要な時もあれば、そうでない時もあり、ある意味リアルですが、ちょっとわかりづらいので要注意です。 では、ガーディアントラック設置準備の最後の作業としてコンジットを設置します水中作業なので暗視と水中呼吸のポーションを使いますさらに設置する時にガーディアンの攻撃を受けると厄介なので透明化ポーションも使いますコンジットも透明化ポーションもなくても作業はできますがあった方が明らかに楽です万一の時のためのリスポーン設定もしたので 作業に取り掛かりましょう。透明化ポーションは防具をつけていると敵に見つかりやすくなります。防具は外した方が良いでしょう。ただしたとえ透明化して防具を外していても敵に接触すると気づかれてしまいます。その時は防具なしで敵の攻撃を受けるため非常に危険です。海は広いのでガーディアンと接触することはあまりありませんが念のため注意しながら作業をしましょう。 今から設置するコンジットは水中で暗視と水中呼吸の効果がつく強力な設置型のアイテムですつまりコンジットを設置しておけば水中呼吸や暗視のポーションがいらなくなるというわけです効果範囲は96ブロックもありガーディアントラップを作る時には十分な広さですコンジットを起動させるにはプリズマリン系ブロックでフレームを作る必要があります フレームの規模によってコンジットの効果も変わるのですが最大限の効果が得られる形にするのが普通ですこれが一番弱い効果しか得られない形ですそれでもすぐそばなら暗視と水中呼吸の効果がつくので設置しておきましょうコンジットが開き右上に青い目のようなマークが出ましたこれがコンジットパワーを表していますフレームを増やしていくとパワーの効果範囲が広がっていきます 3方向すべてのフレームを設置すると、効果範囲は96ブロックになります。また、近くの敵を1体だけ攻撃してくれる、という機能も追加されます。しかし、攻撃速度が遅く、しかも1体だけなので、海底神殿のように体力の高いガーディアンが多数いる場所では、最初はあまり差を感じません。長時間プレイしていると、辺りのガーディアンがいなくなっていた、という感じです。 最大効果となる形に設置が終わりました。最大効果だとコンジットに縦長の目のような模様が現れます。ところで、透明化ポーションのおかげで、今のところ一度もガーディアンに攻撃されていないことにお気づきでしょうか。イカは攻撃されているのに、プレイヤーは攻撃されていません。このように透明化ポーションは、うまく使うと便利です。コンジットを設置したので、 この後の水中作業も楽になるでしょう。コンジットの効果は水中呼吸と安心のポーションで代用できますが、スタックできないポーションは運ぶのが少し面倒ですので、コンジットがあるなら使ったほうが良いでしょう。準備も終わりましたから次回はガーディアントラップを作っていきます。では、ご視聴ありがとうございました。